覚悟はできてるぜ。どうして松永久秀と名乗る奴が石膏を人質に取り人を連れてこいと。小次郎、 I OK? 無論、背中の守りはお任せください。それがこの小十郎の役目。天下統一に向けて兵力を蓄え、着々と準備を進めていた伊達軍。しかし、戦国の共有との悪名高き松永久秀によって、石膏の兵士たちが捕らえられたという報告が入った。松永が捕虜の命と引き換えに要求してきたものは、政宗の刀であった。この報告を受け、小十郎は兵士を取り戻すため、出撃準備を整えたのであった。人質か。松永久秀、姑息な真似をしてくれる。卑劣なる罠。分かってるな。はっ、皆の命必ずや救い出しましょう。オーケー、俺に続け。承知。六眼竜、ご機嫌いかがかな。竜の刀をもらいに来たのだが、問題あるまい。代わりにあんたは何をくれるんだ。では彼らの死を。やめろ！小次郎様！松永、てめえ、捕虜を相手に容赦なしか！期待しているよ。
優秀な諸君、ありがたき幸せ。もらう。先は長い。どちらに転ぶか見守るとしよう。もらうぜ。その怒りは本心か、それとも建前か。もらうぜ。洞窟を抜けるなら気をつけてくれたまえ。地獄が見てえか。もらうぜ。驚いただろう。楽しみ中は結構だ。奴の狙いはこの俺だ。俺が奴を引きつける。お前の席をつけ。承知いたしました。この小十郎にお任せあれ。Kは破壊を好むのか。いや、こいつは。もらうぜ。家の爪は安くねえってことを教えてやんな。もらうぜ。もらうぜ。我らの誇り、貴様には理解できまい。10秒よいか。俺が死に続け。生きるために殺す。クーバと一緒だろ。もらうぜ。お次郎様、俺らぶっ込み上等ですぜ。元気だけはいい連中だ。来たか。ああ仕方ない。鋭く素早く終わらせる。それが情け。松永軍の死神部隊、そう呼ばれている。一人減ったら一人足す、二人減ったら二人足す、三人減ったらそこで終わりだ。頭の闇に光一つ。静かに眠れ。地獄が見てえか。が強すぎたか。計算外だが、まあ問題はない。刀のために部下を見捨てる、真っ当な考えだな。私も見習うとしよう。勘違いするなよ。てめえを倒して皆を救う、それだけのこと。独眼竜、兵は時間を守る男。
あいにくだが、あんたに使う時間はねえ。もらうぜ。そうか。ではこうしよう。助けて。チミドロの戦い、これが合戦よ。もらうぜ。実はケイのことを嫌いなのだ。すまない。Please go easy on me. メイドとの善悪は後の世が決めるだろう。小十郎様、あとは俺らが見張っておくっす。すまないね、少しよそ見をしていた。この世に生きるのは愚か者ばかりだ。奪われるのは愚か者の証拠さ。地獄が見てえか。一つ、二つ、また一つ。人は生まれて壊れることの繰り返しだ。やあ、独眼竜とその右目。よく来たなと言いたいところだが、機嫌はあまり良くないようだな。てめえ、自分がしたことをよく分かっていないようだな。そいつは失敬。これで勘弁してくれたまえ。何？
さあ、それをもらえば以上で終わりだ。マサムネ様、バカどもはこの小十郎にお任せを。あなたの手を水汚い血で汚す必要はない。オーケー、その勢い見せてみろ。ケイラは何を怒っているんだ。わからねえとはな。てめえはゴミ以下だ。私はこれと決めたものはすぐに欲しい商品だ。あまり散らさないでくれないか。もらうぜ。うせえ。奴に隙を与えるな。あの腐った魂を叩きたい。心得ております。これ以上好きにはさせん。いやつばっ。どれ。やろう。待て、くれてやる。そいつらを解放しろ。人を評論のダメです。いや、見事見事。K は全くもって清らかな男だ。実に救いがたい。いやはや。まったくだ。マサムネ様！ジュン！小十郎様！小十郎様！竜の爪、確かにいただいたよ。